事業拡大中でドライバーさんを募集している株式会社プロデリバリーズさんにお邪魔しました。お話を伺いたいと思います。ではまず自己紹介をお願いいたします。株式会社プロデリバリーズ、代表取締役岡田と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。ではまず御社の事業内容をご説明いただけますか。はい、運送会社でございます。お客様の商品を、お預かりしまして、当社のセンターでですね、行き先々にピッキング、いわゆる仕分けをしまして、お届けに上がるという、業務がメインになります。あと一部、人材派遣業、こちらも行っておりましてですね、今運送会社、運転士が非常に足りないという、ご時世でですね、多少でもその周りの運送会社様に、お力になれればというふうに、考えて行っております。あ、そうだったんです、はい、そういった中で今必要な人材とはどういった方ですかね。必要な人材というよりもですね、はい、私自身欲しい人っていうんですかね、やはり一生懸命仕事やる方ですかね。とにかく一生懸命やる方が大好きです。技術があるとかそういったものよりも、ですね、その各々レベルが違います。それから経験も違いますので、そこら辺で随分変わってはくるのですが、もう基本的なところで一生懸命仕事をする人が大好きですね。あ、教育方針はどういった感じですか。はい、我々運送会社とは、行き先々、納品先や引き取り先、こちら全てお客様になるんですね。ですから、お客様に対して、礼儀正しさ、それから清潔感、こちらが一番大切だというふうに思っておりますので、こちらをモットーに、行っております。それとあと運送会社ですから、永遠のテーマになります、交通事故、ここはもう本当に厳しく行っております。運転手に対して呼びかけ、それから指導、ここら辺は厳しくやっております。今後の目標は何でしょうか。もちろん会社ですからね、売上利益等々ありますが、やはり従業員一緒に、働く、一緒に生活していく従業員が、過ごしやすい、働きやすい、この会社でよかったなっていうような会社作りをまずはしていきたいなというふうに思っています。では最後にこれから入ってくる方へメッセージをお願いいたします。はい、先ほど申しましたようにですね、経験、それから技術、ここら辺は、もう極端なことは問わないです。一生懸命、頑張ってですね、仕事に取り組んでいただける方が、正直欲しいところではありますので、技術等々は問いません。とにかく一生懸命、仕事していただける方であれば、ぜひぜひご応募いただければというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。浦和営業所の福富さんにお話を伺いたいと思います。では初めに自己紹介をお願いいたします。はい、プロデリバリーズの浦和営業所で所長をやっております福富と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。所長というと普段どんなお仕事されてるんですか。いろいろ多種多様で、基本的にいけば業務から、業績両方を見てるという状況でございます。ここで働く魅力って何かありますか。そうですね、まだ弊社の方できてまだ2年ぐらいなところなので、まだまだいろんな意味で可能性がある会社だと思いますし、ドライバーと代表との距離感が近いっていうのがありますので、大きくなればその代表が見えないっていう会社って結構あるじゃないですか。社長と一回も会ったことありますね、はい、そういうのが逆に言うとうちないので、その細かいことに関してはさすがに代表の方は分からないんですが、でも普通の大きなことに関しては代表と普通に話ができるっていう、そこはやっぱり他の企業さんとはちょっと違うかなと。特に代表ともドライバーさんとも近い距離だと思うんですけども、その中で何か注意していることだったとか。基本的にはなるべく早くドライバーさんの声を聞けるように、で
対応できるものはすぐ対応してあげたいっていうのが部分と、うん、あとまあ逆に言うと代表が考えるその思いとか考えというのをいかに早く下に落とすかっていう、そこが私が一番気をつけないといけないところだし、じゃあやってるかっていうと、まあ、そこはまあなかなかまだいかないんですがいろいろそれぞれあるので。じゃあ悩みがあったら気軽に相談してもいいんですかね。そうですね、それは全然あの変わらないし、まあ、若い連中でいけば、まあ、ほとんど私親父みたいなもんですこれから入ってくる方にメッセージをお願いいたします。はい、まあ、いろんなことを考えられるとは思うんですが、とりあえず問い合わせをしていただいて、で、実際見ていただくのも構いませんし、どんな仕事をしているのか、とりあえずお声をかけていただいて、そこから一緒にやっていければいいなと思いますので、まずはご連絡をいただきたいという状況ですね。今日は浦和営業所の福富所長にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。